王信、セープディン・エズイズイト、ブルハンシャ・ヒリ・カンタ・イヤザ、ツ,ツツミ、スナ、キススム、ピミイン、バウアー・ハンシャ・キシリ、1894年10月3日から1989年8月27日は、中華民国、中華人民共和国の政治家。ウィックル族、中華民国最後の新京省政府主席であり、中華人民共和国でも建国直後に、 新境省人民政府主席を数年間務めた人物でもある。字は、言武帝。祖籍は、新境省アクスだが、両親が亡命した先のロシア帝国火山省に生まれた。中国語表記としては他に、アワビしか、カン、砂赤とかへしゃげなど、日本語表記としては、ブルハン、アルジャヒディなどもある。出生地の火山省の学校に通った後に、書店店員として働き、 この間にロシア語を学んだ。後にドイツ語やトルコ語も習得している。1912年にブルハンシャヒディは新疆省に戻り、1914年に中国国籍を回復した。1922年、敵歌市に移り、省税官関,関税委員や敵歌市自動車局局長を務める。1929年に金樹人が新疆省政府主席となると、 ブルハンはその民族差別的政策を嫌悪してドイツへ留学、翌年にベルリン大学に入学した。1933年1月に帰国し、禁止脚後の同年6月にアヤマ繊氏に任命されている。1934年、ブルハン社ディは新教省の最高実力者である聖世祭が組織した判定会や民衆連合会に加入した。ブルハンは 判定会で民衆部副部長、民衆連合会で委員長代理を務めたこともある。1937年3月、財産領事館領事代理に任せられた。しかし1938年3月、ブルハンは森の命令で逮捕され、1944年に森が新疆を追われるまで監禁されている。釈放後のブルハンは新たに、小政府主席となった後忠信から、 新疆省民政庁副長長に任命され、さらに、敵化行政、正し差し繊維に移った。1946年6月、小忠信の公認証政府主席となっていた、長治中は、アフメトジャンカスイミラ三区革命派を取り込む形で、新疆省連合政府を樹立した。ブルハンシャヒデはこの時に連合政府副主席に起用され、さらに、新疆学院委員長も兼任した。 翌1947年7月、ブルハンはアフメトジャンに副主席の地位を譲り、南京に移って国民政府委員に就任している。1948年5月、政権国民大会閉会後に相当不顧問に任ぜられ、新疆に戻った。同年末に三区革命派離脱、連合政府崩壊などで新疆省の混乱を収めることができなかった省政府主席。 マスードサブリが辞任、ブルハンが公認の主席となる。しかしブルハンにも事態収集の術はなく、1949年9月26日に起義を行って中華人民共和国側に転じた。同年中に中国共産党に入党している。毛沢東と会談するシャヒデ・ィ・ブルハンシャヒディは中華人民共和国の改造により成立した。 新京省人民政府主席にそのまま留任し、1955年の新京をウイグル自治区への改祖まで在任した。この他にも新京省では、小政治協商会議主席、小民族自治委員会主任委員、小高等法院委員長、中国共産党中央新京分局、西北軍政委員会委員なども務めている。中央においても、全国人民代表大会常務委員、 民族委員会副主任委員、中国イスラム教協会主任、中国人民政治協商会議全国委員会、国務院民族事務委員会副主任などを務めた。外交分野では、中ソ友好協会西北総会副会長、中国インドネシア友好協会会長、中国エジプト友好協会会長を歴任する。学問分野では、新京大学校長、 中国科学院学部委員研民族研究所所長、中国外交学会理事などを務めた。1966年からの文化大革命では、ブルハンシャヒディも批判対象とされ、ついには逮捕、監禁されるに至った。1976年に、ようやく釈放され、その後は、中国大百科全書総編集委員会委員、中国民族小文字研究会名誉会長、中華人民、 共和国憲法改正委員会委員などを歴任した。1989年8月27日、北京市にて病没。ありがとうございます。